こんにちは、上田夏子です。私が爽やか伊藤悟です。よろしくお願いします。この番組は阪神地域に住む私たちが街の魅力を発信しています。はい、はい、ということで今回は神戸ハーバーランド海へから、海へに来たぞ。海に来ました。はい、青空は出ておりませんが、はい、そうですね、気持ちのいい日です。なんか何度かここ来たことあるんですけど、はい、ハーバーランド、だいたい天気悪いですね。でもここすごくあのアクセスがいい場所なんですね、はい、神戸駅、それからハーバーランド駅からすぐということで、とても楽しみですね。はい、はい、ということで今回は神戸ハーバーランド海へからお届けします。今回2人が訪れているのは神戸ハーバーランド海へ。235ものショップがある巨大ショッピングモールです。いやー、ちょっと歩いてますけど、だいぶお店新しくなってますね、海へ。そうですね、私オープンして以来まだ来てないんで、はい、ちょっと楽しみなんですけれども、はい、なんか新しい店がいっぱい出来てる感じがしますが、ね、はい、まずはちょっとお話をお伺いしましょう、はい、岡さんですね、はい、よろしくお願いします。こんにちは、ようこそ海へに。はい、もうね、はい、私たちここね、ハーバーランドは馴染みがあるわけですけれども、はい、いつからこの海へ出てきましたっけ。はい、こちらですね、2013年の4月にオープンしまして、はい、今年で2年目、この春で3年目を迎える大型商業施設になります。もうそんなになりますか。海へって大体どこまでが海へなんですか。このですね、あのノースモール、サウスモール、はい、それからこのモザイクと3棟一体で、はい、神戸ハーバーランド海へという商業施設になっております。そうなんですか。はい、このモザイクも神戸ハーバーランド海への一部と、そうですね、いうことですね。全部で235のショップがございます。あ、そうなりますか。はい、なんかね、最近急にいろんな店が入ってますよね。そうですね、はい、あの関西初出店のお店からですね、はい、いろいろさまざまにファストファッション、はい、それから人気のブランドショップとかですね、はい、入っておりますので、長くあの皆さんにご愛顧いただけるようなこうショップ構成になっております。ちょっと今日は何軒か、ね、はい、早速ね、紹介していただきたいんですけ ど、一番今ホットなお店がございますので、関西初出店のカルビープラスをご紹介したいと思いますので、はい、美味しそうだな、なんか、はい、カルビープラスはどこにあるんですか。こちらです。お母さんめちゃくちゃ芸人みたいな振りしてくれるからめっちゃ嬉しいんですけど、いいですね、これカルビープラスっていうのは、今まで関西なかったんですか。そうですね、関西も本当に初めて、ここが神戸が初めてになります。はい、いつオープン、ね、クリスマスイブにオープンします。イブに、はい、カルビープラス、まだ新しいホットですね、はい、ちょっとロゴも可愛らしいですね。そうですね、カルビーさんのアンテナショップでですね、揚げたてのポテトチップスとか、はい、あのじゃがりこのこう揚げたてのですね、はい、ポテリコという商品がございます。あ、そうですか。はい、もう行きましょうよ。ちょっと行ってきます、ね。はい、行ってきていいですか。どうぞどうぞ。はい、はい、行ってきます。行きましょう、行きましょう。あ、はい、こちらになりますよね。お母さんテンション高いから。お母さんいいですね。さすがでしたね。あ、結構人がいてありますね。いい匂いしてる。いや、めちゃくちゃ可愛いですね。本当。おお。いいですね、この店内。グッズがあります。うわ、めちゃ可愛い。これじゃがりこの、お、どうしこれ、鉛筆や、鉛筆もある、じゃがりこ鉛筆、あ、うまい、蓋もあるよ、蓋もこれなんですか。あ、じゃがりこの蓋、食べた後に蓋いりますもんね。うわ、こんなんもある、グッズもある、じゃがビーちゃんもちゃんといますし、いろいろここで買えるんですね。まだもう、ほら、ちょっと上田さん、上げてやろう、上げて、ほらほら、上げて、ほら、ポテチを上げてる、揚げたて、揚げたて食べれるんですね。ちょっと並びましょうよ。並んじゃいます。あ、エビセンチョコラ買いましたね。はい、エビセンに、あ、チョコレート、あ、この前カップエビセンにチョコレートが乗ってるやつがあるんだ。すごい、塩味とか。どっから来たんですか。私はアシアです。あ、そうなんですか。知ってました、カルビープラスあった。たまたま今日初めて来ました。楽しいね、ここね。すいません、ごめんなさい、すいません。あんなのカッパエビセンのあんなやつもあるんだ。美味しそうでしたね。とね、僕ね、僕はあれしますわ、ショース味。ソースが一つ。なんでショース味って言うんですか。醤油とソースの、はい、のいいところ合わせて、オリバーさんのソースのあちら
が見本があるんですけど、はい、ありましたありました。こちらの商品の味が、あ、味がついてるんだ、はい、醤油とソースのいいところを取ったんですね、はい、それもください。ソースがお一つです。ソースがお一つ、神戸店限定ですもんね。上田さん何しますか。私はじゃあ、あのポテリコサラダをお願いします。これってあれですか、じゃがりこみたいな感じですか。じゃがりこは食べた時硬いですけど、はい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 、こちらのポテリコはあのホクホクしてる感じです。ほう、生地は同じです。生地はじゃがりこと同じです。生地は一緒、はい、生地はじゃがりこと一緒で揚げたて。いや、これ、あ、じゃあ2つまとめて、はい、以上2,620円でしょ。はい、ポテリコ1お願いします。ポテリコだって一番人気ってなってますもんね。すごい、全部説明してもらった、ね、じゃじゃ、いやー、あげたて、ちょっといただきましょう。伊藤さんどうぞ。あ、僕からいきますが、はい、醤油とソースのいいところを取ったショース、はい、大きいお口で食べましたね。うわあ、今までない。今までない。今までない。でもね、うん、これポテトさっき切ったやつを、うん、あのその場で揚げてるから肉厚がすごいですね。ああ、確かに。あ、私もいただこう。あ、どうぞどうぞ。今までない味。今までない。うん。サクサク。はい。サクサクよ。おいしい。これはね、やめられない、止まらないですよ。トッカルビーですね、はい、おいしい。 こちらも食べましょうか、ね、じゃがりこの、はい、もうこれはいつも食べてますよ。いただきます。でも揚げたてだから違うんじゃないですか。そうですね、違いますよね。うん、ごめんなさい、全然違う。嘘。そう、うん、柔らかい。え、でも物は一緒らしいですよ、途中までね。でもポテリ、いつもじゃがりこってじゃがりこ食べてる、カリカリカリってするじゃないですか、はいはい、あの食べた瞬間柔らかいですよ。ん、柔らかい。ちょっと待ってください、うん、僕もください、ポテリコ、ポテリコ初挑戦、うん、おいしい。見た感じもちょっとあのふっくらしてますもんね、うんうん、じゃがりこよりも、うん、いただきます。うん、でも味はじゃがりこや。あったか、うん、あったか、あったか、中ふわふわやん。ふわふわやんすよ。え、すごい。うん、うわ、ここしか食べられない。これね、絶対あの食べるべきです、うん、じゃがりことはまた違った美味しさ、美味しい。ポテリコいいです、ポテリコください。だってこれだってあれもん、曲がってるのがいいもん。めっちゃ美味しい、これ何も美味しい。ポテリコや。さあさあ、観覧車の横にやってきましたが、この観覧車は昔からある観覧車ですよね。そうですね、はい、そうです。すぐピンク色になってますけど、うん、昔ここ遊園地だったんですよね。そうですね、はい、場所ですよ、ロケーション最高で、はい、じゃあ今度はどこに、はい、さてそんな、はい、このモザイクガーデンにですね、はい、今あの人気の樹脂製のですね、パネルを使ったスケートリンクを今元日から営業してます。あ、そうですか。そのスケートリンクはどちらなんですか。こちらです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどの同じ感じで。え、これ元旦からいつまでなんですか。2月15日までこれ展開しております。どうだ、放送やってます。やってますね。はいはい、やってます。すごいですね。これ樹脂。そうなんですね。樹脂って何ですか。まあ、氷じゃない、パネルなんですけれども、その上にちょっとワックスを敷きまして、はい、まあ、ほぼアイスリンクをこう滑ってると同じような感覚です。ちょっと滑ってみたいですか。そうですか。アイスの感じとちょっと違うんです。そうですね。普段僕はもういろんなギャグが滑ってるんでもう大丈夫ですわ。忘れられなくて大丈夫です。皆さんが私が滑る、やっぱり的にね、女性の方がいいですもんね。そうですかね。スケートってやっぱり女性、それは岡さんに。いえいえ、あの、どうぞどうぞ。じゃあ上田さん、はい、はい、じゃあちょっと行ってきます。はい、はい、行ってきます。行きますって書いてます。どうなん、滑ってるというよりも歩いてますね。普通に歩いてますね。伊藤さん、はい、
小屋さん歩いてるだけです。ちょっと急には無理ですよ。あ、そうですか。練習したいです。あ、はい、滑ってください。歩いてますから。ちょっとさっき雨降ってたから滑りやすくて。言い訳はいいです。言い訳はいいです。言い訳です。結構滑るんですよ。はい、ほんまや、ほんまや。子供たちはね、元気になってますよね。でもはい、アイススケート場は下から氷の冷たさがこう来るじゃないですか、はい、でもこれ樹脂なので、はい、そういう寒さはなくて滑りやすい。なんか、はい、それが寒くて足が冷えてくるんですよね。あ、なるほど。今日はなんか外もオープンで気持ちいいです、はい、あ、はい、あ、おお、カレー見つめてるね。まさかの上田さんのよちよち歩きを僕たちは見る数になってます。あ、でも、あ、綺麗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 、すごいすごいすごい、フィギュアみたい。あ、フィギュアみたい、フィギュアみたい。あ、フィギュアみたい、フィギュアみたい、フィギュアみたい。よちよち歩きですよね。すごい綺麗なよちよち歩きでした。ね、外やからやっぱ気持ちいいですね。こんなん初めて。あ、そうですか。はい。え、こんな外でスケートしたことあります？僕はありますけど。あるあるんやけど。こんなロケーションでやるの初めて。海のね、はい、海を見ながらめっちゃ気持ちいいですよ、ほんまに。あ、こんなとこで滑ってるなんて。そっかそっか。はい、ちょっとこれは分からなかったです。分かんないと思う。その気持ちよさとよちよち歩きがちょっとなんか比例しなかったんです。すみません、分からなくて。よちよちでも楽しめる。あ、分かりました。お子さんでも楽しめる。あ、いいですね。はい、ぜひ来てください。はい、行ってらっしゃい。あ、でも滑ってる滑ってる。あ、だんだん滑ってきた。慣れてきた。慣れてきた、慣れてきた、慣れてきた。お母さん、ここ昔映画館やったところが。そうだったんですね。レストラン街になって今もう映画館サウスモールの5階にこう移転しまして。はい、はい、そうなんです。レストラン街に、ね、なってるんですけど。そうなんです。次紹介していただくのは どちらでしょうか。続いてですね、はい、こちらのアミューズメントのセガさんの方をご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、アミューズメントのセガさんですね、はい、一つサウスモールの4階の方にもあるんですけれども、はい、昨年の4月このリニューアルした際にですね、はい、こちら海へも大工3階にもオープンされてですね、はい、ございますので、ぜひぜひ遊ぶんできていいって昔、はい、この下にありましたよね。そうですね、アミューズメントとしては、ね、そういったものがあったんですけれども、はい、ここでなんか面白いものがあるというか、ちょっと大人チックにですね、はい、ダーツで皆さんで遊んでいただこうかなと思いまして。終わりました、はい、じゃあ行ってきます。行ってきます、はい、行ってらっしゃい、行ってきます。はい、セガヤ、行きましょう、行きましょう。皆さん、ゲームセンター久しぶりですよ。絶対この人や。見てニコニコ笑顔がすてき。こんにちは。はい、こんにちは。え、お名前は？ケイティさんですか？はい、私ケイティと申します。本当ですか？はい、本当に言い切りましたね。はい。ケイティ、ここに人同士、ケイティ。はい、はい、お店、皆さん、みんなスタッフ全部こうやって店長からあだ名をいただいて。あ、そうなんですか。はい、それで、はい、接客させていただいてあります。誰、ケイティさんなんですか？あ、私、名前から撮っていただいてるんですけど。そうですか。はい、ちょっとケイティさん、はい、ちょっと面白いこのゲームをいろいろ紹介してくださいよ。かしこまりました。はい、じゃあ今ちょっと待ってください。ケイティさん、なんで後ろにこのタンバリンあるんですか？これはですね、はい、UFO キャッチャーで景品をゲットされたお客様にお祝いのタンバリンを並べていただいてます。そんなんしてくれるんですか？はい、例えば、ここ撮りますよね。はい、あ、撮れたってなったらどんなするんですか？おめでとうございます。お祝いさせていただいております。どんなゲームあるんですか？ UFO キャッチャーいっぱいありますけど。はい、UFO キャッチャーはこちらになるんですけど、はい、奥にプリクラコーナーがございまして。プリクラコーナー、はい、その奥にダーツコーナーがあるんですけれども、はい、だから、はい、ダーツゲームを簡単に遊んでいただけますのでご案内させていただきますね。あ、行きましょう、行きましょう。はい、あ、すごい、あ、プリクラめっちゃありますね。はい、大丈夫。何台ぐらいあるんですか？15台。15台。はい、わー、すごい、すごい、わーわー。プリクラだらけ。はい、ちょっと僕も撮りたいですけどね、後でまた撮りたいですね。あ、じゃあ、奥に、そのダーツ？はい、こちらが奥にダーツコーナーになるんですけど。結構人気ですね、ダーツ。はい、人気です。結構やっぱり、男の方もでグループで来られる方も多いんですけど、女性でも簡単にできるゲームになってますので、
はい、ダーツの、そうですね、初めての方でもすぐ分かるように、はい、ダーツの説明の方にも書かせていただいておりまして、すごい、ちゃんと説明もしてくれるんだ、はい、であとゲームの内容なども載せていただいてるんですけど、はい、いろんなゲームありますね、はい、かなりいろいろありまして、おすすめは何かありますか？そうですね、私的に一番おすすめなのが、はい、一応このゼロワンっていうゲームになるんですけど、知らないルール分かってないんで、僕もダーツあのやったことないですよ。そうですか、はい、じゃあゼロワンでさせていただきますね、はいはい、やってみましょう。これはあのダーツ、だんだん点数減らしていくんですよね。はい、301から0にした方が勝ちというゲーム、はい、最後ぴったし0にならないとダメなんですよね。0にならなくても一応10ラウンドあるんですけれども、はいはい、そのうち点数が低かった方が勝ちと。わかりました、はい、これちなみにどこに当てたらいいんですか？まあ、一番点数が高いのが、はい、真ん中。真ん中なんですか？点数何点ですか？真ん中が、50になるんですけど、この上が高いって聞きましたけど、そうです、こっちも高い。でもやっぱり真ん中にね、こう狙うと、はい、音が鳴るようになってます。そうそう、真ん中狙ったらいいんだ。はい、わかりました。ちょっとケイジさん、はい、今気になったんですけど、はい、どっかカメラで撮ってるじゃないですか。あ、はい、これ自分フォーム見れるんですか？ネットで対戦ができまして、はい、相手の対戦相手の顔が見れるようになってます。だから一人で来ても、はい、あの通信でネット上で誰かとプレイができたりする。はい、できるようになります。面白い、一人でも楽しいんだ。今日は二人でやりましょう。あ、はい、一緒やりましょう、やりましょう、やりましょう。じゃあ私からいきますよ。やりましょう、やりましょう。あ、足持ち、いきます。お、何ですかこれ、何点？なかなか真ん中いけって14ですね。14、はい、はい、いきます。刺さってないんでもう一度大丈夫です。あれ、わかった、もうちょっと上だ。めっちゃ上やった。かなり上になりましたね。負けてる。負けてるの？僕2点負けてる。じゃあ私頑張ります。刺さってない。まっすぐ、はいはいはい、ちょっとわかったかな。おお、はい、お、惜しい。だからね、やっと。お、惜しい。あ、惜しい。お、ちょっとだんだん、すごい。出てきた。僕今すごかったでしょ。一気に減りました。一気に減りましたね。上田さん、足超えてたよ。すいません。僕は勝ってますよ。間違えた目に私も脱ぎます、はい、あ、そうですよ、そうですよ、頑張ります。やっぱこの感覚が違うんでね、熱くなってました、はい、はい、頑張ってください。頑張ります。めちゃくちゃあったかいな、これ。およっしゃ、高そう。慣れてきたぞ。初めてですか？初めてですね。初めての五人、すごい刺さってる方だと思います。あ、刺さってる方ですか？はい、全然刺さらない方はアウトばっかりになっちゃうので。よし、頑張って。よかった、頑張ります。でも、スポーツは負けられません、僕は。いきます。おお、何ですか？めっちゃ近い。そろそろゼロゼロになる。もうそろそろ次で僕はもう多分勝ちです。上田さん次で勝ちするから、真ん中行かなあかんでしょ。上田さん逆転するためには。おお、すごい、すごい、おお、あー、おかしい。おお、なかなか。さあ、もう僕はこれで終わってしまいましょう。あ、勝ちだったら終わりです。終わりですね。
終わりました。終わりました。はいはい、それでね、まだ、さっきの数字にまた戻りますので、ぴったりゼロまで終わらせていただかないといけないので、また、女性の方から。すごい。はい。ゼロ。お。9を当てれば終わりです。ってことですね。あれですか。はい、あの、緑に光ってるところ。あ、はい、そういうことか。はい。分からなかった。じゃあ、緑狙います。負けた。勝った。しかも1回でいくって。1回すごいです。はい。ちょっとちょっと大吉。見てあのモニターに上田さんのっていう顔が映ってる。勝利の瞬間が映ってる。悔しい。実力の差ですよ。実力の差です、ね。悔しい。だって。上田さんのドヤ顔してるのがもっと悔しかった。後からいろいろ言ってもしゃあないんですけど、私が勝ちました。お見事です。はい。上田さんの勝ちです、はい、今回ご紹介した神戸ハーバーランド海へは JR 神戸駅もしくは地下鉄ハーバーランド駅からおよそ5分のところにあります。伊藤さん、はい、もうめっちゃ楽しかったですね。いや本当にあの数店舗しか回ってないんですけど、はい、もう夕方ですよ。本当本当。なんか本当にちょっとの店舗だけしか紹介してないの、あっという間に。はい。もう食べたくない。どこに言ってるの。でも本当に新しい店がいっぱいできてて、はい、久しぶりに来たらもうなんか新しいところに来たみたいに。それはそうですね。ねおしゃれな店がいっぱいありました。今日はなんかカルビ行って、はい、スケートリンク私一人で滑って、はいはい、最後ゲーム一緒にしたじゃないですか。はいはいはい、一日伊藤さんとデートしたみたいな感じでした。いいですね、楽しかったですね。ありがとうございます。はい、僕も楽しかったです、ね。今度は違う方と来ます。はい、あ旦那さんと来ます。家族でも楽しめる。そうですね。はい、ですけれども、はい、今後のご予定は何かあるんですか。はい、あの1月31日からはですね、はい、海へスイートバレンタインと題しまして。海へのブランド数々からですね、えりすぐりのこうチョコレートの数々を皆さんにあの特別販売してございます。おいいですね、はい、ぜひこちらお見逃しなくということで、はい、それからまだあるんでしょうね。そうですね、PR 何かあれば言い残したこと、ね、今日はあのエンターテインメント系 の, こうあのブランドを回っていただきましたけれども、はい、ファッションからグルメまでもう数々こうお楽しみいただける施設ですので、はい、またお三方もぜひいらしてください、はい、そうですね、はい、今日本当に紹介したのはほんの一部なんで、はい、また機会があれば、ね、はいはい、ぜひぜひ来させていただきたいと思います。お願いします、はい、ありがとうございました、はい、楽しくお伝えしてきましたシティライフですけれども、この番組はシティライフのホームページからもご覧いただけます。ぜひアクセスしてください。次回は2月の1日の更新となります。それではまた、さよなら。帰りたくない。